フルパになったから。スティーブである、スティーブにフラが割ったわ。ああ。あ、じゃあアイテムもらおう。ウサギと死んだら。っあ、別にいいよ。ていうのは冗談で、まあ、もし、あれですね、お恵みがあればお願いします。お恵みがあればお願いしますという。なんかさ、イベント後にさ、アイテム持ち込んで死んだサバイバーのところ行って拾ったりしてんでるし、脱出間際だったら。じゃない。イベント入っても欲しいですよ、つって。いいんじゃない。もうハイエナプレイしまくってっからね。俺の YouTube で出てくるもの、おかしいよ。あ、じゃあちょっとユンジンリーで行こうかな。どうしようかな。ユンジシェルンリーにパーさ、イさんベント後、アイテム持たせるの結構お好きなんだよ。DVD やっとる。シェルパーさん、久しぶり。シェルパさん、お久しぶりです、ほんと。元あ気でした？なんか、なかなか、お見えじゃなかったんで。あ、もしかして体調崩されちゃってたのかな、どうかなってすごい思ってました。シェルパシェルさん、パーマさんジ？後、そんな久しくもないでしょ。久しぶりでしょ。久しぶりでしょ。まあ、僕は、まあ、何週間シェルパーかしさかん経ってないんご、だけど、弟君は久しぶりでし体調ょ。は崩したけどね。体調崩したんだ。え、何があったの？大丈夫。大丈夫ですか？シェルパーさんと全然お会いしてなかったんで、本当にお久しぶりだな。だけど、うちは、あれなの、なんか、最終、3週間、ほぼ1ヶ月前に1回、に、1シェ回、ル2回パーさか、ん後、配信に来てたんだよな。シェルパーは死にました。そうだったんだ。シェルパー死にました。じゃあ、君は誰だ？シェルパー2号か。シェルパー侍。やべえな、俺の画面だとみんなの名前が文字化けしてるんだよな。俺の画面だとみんなの名前が文字化けしてるんだよな。シェルパーさん後、多分アプデが来たら復活する。アップデートが来たら復活する。オッシェルケー。パーさん後、はず。はず。はい、じゃあ。あれだね。みんなでめっちゃ誘え来てば。るわ。多分誘えばドリンコさんとかも来てくれるはずだし。ラフトの方でやります？なんて？あー、ラフトの方じゃなくて、あれまあか。別に なん別に飼い主さん招待してもいいですか？ウサギさいいんを。よいいよ。そうだ、VC のことをすっかり。こんばんは。はい、こんばんは。よろしくお願いします。お願いよしろしくお願いましす。ます。で、2回目ですが、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。緊張する。何が？いや、ちょっと人見知りで。大丈夫よ。あ、よろしくお願いします。本当はこのポイントで使える、なんだっけ、ツイッチで使えるポイントのやつ、本当に音量入れたいんだけど、なんか入れ方がわかんないんだよな。ああ、なんか通知ボットみたいなやつ？そう。あれ調べないといけないんだよな。あ、シェルパーさん後、緊張するのか虫が多いんだな。どういうこと？いや、メアリーの手紙を避けていこうと思ったらパークが取れなかった。いらないから。サバでメアリー、見といたかないでしょ。あ、僕は炊けますよ。あれですよね、それ。それ違うんだよな、ちょっと。ちょっと愛があってやるよ。そうそうそう。リッサと合わせたいだけでしょ、あ、愛。合わせたいだけですよ。そうですよ。そうっすよ。違うんだよそうですよ。な。ナースと当たっシェルたらパーさ最ん悪後、なんだよな。メアリーの手紙を取取られないらなれんてたもったいリッない。サとだったらナースと、ナース対ナースだから、ああ、愛もと喜う、んじもゃうから。う、喜びますよ。大好きでございます。大好きでございます。メアリーの手紙を取らないなんてもったいない。うん、もったいないなって。確かにもったいないんだよな。
もう本家メアリーの手紙の関わる人も来ちゃいましたからね、ジェームス君っていう。あ、本当だ。だから炊かないといけないんだよな、ジェームス買った時は。シェルパーさんご。コーヒースとミッドウィッチは2台を楽しみポイントじゃないですか。ホーキンスとミッドウィッチは、2台私のポイントじゃないですか。あ、俺は RPG も入れたいな、そこに。ただ今もうホーキンスないからね。あ、ホーキンスもね。やべ、めっちゃバグってた。それこそあのシェルパーウッズとかもいいポイントじゃないですか、キラーやるときは。シェルパーウッズ懐かしいな。シェルパーさんがいるときしか使えないんだよな。いやいや、ほんとお会いできたからもうガンガン行くよ、僕は。シェルパーさんご、 あの人の配信に行って勝手にホーキンスを炊くあの楽しさよ。あの人の配信に行って勝手にホーキンスを炊くあの楽しさよ。誰だ、誰の配信だ。ドリーさん、ドリーさん。あ、ドリーさんか。待って、フラン、ありがとうございます。フラン、ありがとうございます。あと20万稼ぎたいんですよ、私。20万言ってくだされば僕もフラン炊いた。今ね、44、レベル44だから、あと6上げたい。プレステージ増したいから。6だと22万ぐらいですかね。ああ、懐かしいな。なんか久しぶりにお会いした方、ちょっといると嬉しいな、本当に。嬉しいよ。いや、だけどあれなんだ、シェルパーさんは、ちょくちょく配信に来てたのよ。だけどコメントはしてくれなかった。コメントはしてくれなかった。別のアプリで、誰が来たのか見えるからさ。ちょくちょくシェルパーさんの名前は見えてた。あ、そういうアプリあるんだ。あ、俺の棒読みね。俺の棒読みだと見える。あ、ちょっと待って、なんか、操作が。めっちゃおかしい。シェルパーさんご、別に話すことがないので。ラグい。ちょっと待って、この人超ラグい。あ、腕が痛い。このキラーにライトも欲しいんだよな。狂乱中に当てると解除できるから。おし。ラグい、ラグい、ラグい、ラグい。ちょっと待って、ラグいよ。だからなんか操作が判定してるような気がする。釣られてる時に設定を直す周りだよ。うん。チェイスくれた。ラグイラグイラグイ、なんだこれ。あー、まずい。ごめん。工具箱持ってた。シェルパーさんご、今は解体イリリージョンが主流だと思うけど解体ないんだな。解体リ…解体リージョンだったそれだよ。真ん中回したい。真ん中…ね、頑張って回しましょう。なんか今すごいラグったな、びっくり。うん、ラグいんだよな。お願いします。回復アーカイブお願いします。いや、今ボロタイ球場あ、ちょっと違うんだな、違うんだな。はい、ありがとうございます。うぃす、稼ぎタイプが分かります。ぜひ行きますか、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あ、やべ。よし、釣られるからちょっと今のうちにセットを。おかしい、おかしい。売られるからちょっと離れたのに近寄ってくってばいい。はい、解除。ボロタイヤ
入るんですよ。ボロタイアーカイブ。そうです、殺人鬼のハーイライでボロタイ救助を無理救をします。シェルパーさんごカメラワークが気持ち悪いんだぜ。本当に無理救しちゃった。あ、ちょっとあもうそういう勇気必要ですよ。本当に無理救しやがった。8秒しかない勇気。本音が出ちゃった。本当に無理救しやがった。あと1回でもやだ。あ、じゃあ次は弟くんにね。え、やめてやめてやめて。リサはね、もうそういうことしたら切れます。まあ救助されないでうんこされてるのが一番ムカつくけど。いや普通に歓迎でございます。無理休歓迎のため、無理休歓迎ってある最初も言ってるから無理休歓迎のためです。ほんとに重たい8秒もあったから大丈夫です。ね、ですね、無理休歓迎のためです。あの道草される方が自分はムカつくんで、ほんとにおっしゃる通りでございます。あ、やべ、なんかちょくちょくラグいんだよ、中の人なんか知らんけど、うん、かなり中国か韓国あとはちょっと Wi-Fi の調子が悪いとか、うん、あ、やべ、あーもうちょっと待ってください、ね、行くんで大丈夫です、任せてください。このナイフは何だ。あー、すいません。大丈夫ですよ。すいません。大丈夫ですよ。ちょっと。けど歓迎です。ワン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 。シェルパーさんご。よし、残りライフに追い込まれたぞ。残りライフに。まあ本当にね。安全な救助になっちゃった笑おう。な今日自分大丈夫ですよ、その分盛り上がるから、その分盛り上がるから騒がしい民だから。いや、なんかリージョンだからワンチャン不協和音があるかもしれない。あーあー、すいません。大丈夫ですよ。めっちゃ来てるよ、めっちゃ来てるよ、めっちゃ来てる。あ、いっぱいいる、いっぱいいる。あ、やめてよ、そうか。てか、こう…あ、最悪。助けて、サギさん。いるのは分かってたぞ。待って、ウサギさんダウンしちゃったらまずくないっつった。あ、確かに。あ、確かに、確かに。シェルパーさんご。気づけよ。ウサギさんはポルトガル語でしか盛り上がらないから、みんなが日本語で盛り上げてくれた方がいい。まあ確かにね。あら、いいよ、ウサギさんがダウンするかわいい。ウサギさんもありがたいな。もうお恵みの人。結構優しい。キャンプもトンネルしないんだな。僕もあそこにいたからさ、普通にトンネルで来てたんだよな。安全な救助になってしまった。なってしまったって言い方笑うよ。あなた、アーカイブが必要範囲内でなんて。お、ナイス旋回。お、ニオン。あーすいません。大丈夫ですよ、救助範囲で任せてください。お願いします。だと思ったぜ。マジ無理キスするのは俺だ。取られた。
無理球取られた。あざます。無理球ライバルがいたわ。もう気持ちいい。大丈夫です、分かってください。いや、無理球の数が一番。離れないでください、キリジョーさん。やめだ、安全な球場になってしまった。シェルパーさんご、あそこが引っかかって気持ちいい。出まーす。あ、恵みの範囲内だったらな、別の仲間に回復すると早いんだよな。すごい足遅く感じる。そうだよね。ほら、ごめんなさい、入れます。来てるー。俺を狙わないな、この人。優しいな。おーっと。あ、多分あれじゃないかな。なんか、フラン3つ使ったから、できるだけあの、ポイントもらいたいんじゃない。やべ、申し訳ねえ。商店街。あー、すいませーん。マジでほんとキャンプしないから全然。あ、ジェラキューブだ。まーす。シェルパーさんご、ウサギさんの見事な昇天ポーズが見たいんだぜ。あ、いや、痛い。ウサギさんが旅立ってしまう。なんかめっちゃ人来てるな。シェルパーさんご、美しい。美しい、あらわ。チェイスになるか、自分。へっ、あらわ。やった、これで。みんなのところ行ってもらわなくてよかった。シェルパーさんご、この画面では文字化けしないんだな。うん、この画面だと文字化けしないんだよ。おお。ミスター、もうミスター。持たねえな、多分これ。大丈夫、君にはまだ弱体化されていないデハがあるから。関係ねえんだよな。おお。危ない。シェルパーさんご、R さんの昇天シーンも見れてラッキー。ちょっと。あ、だけど能力で。最悪私がダウンすれば。まあそうか。じゃちょっとごめんなさい、ウサギさんの。なんでこの人そこで振るの。
シェルパーさんも。ポリゲートがあるのに。マイスター、ちょっと壁入ってもらってもいいですか？いいっす。あ、こう、うん、それで出られる、出られる。おー、やばい。マイスター大丈夫？あ、アルさんは？あ、僕は。あ、けど大丈夫そうです。みんなデハ使ってる。次のアップデートが来たら苦しむぞ。使えるうちに使えるものは使わないとですよ。言うて我々なんだな、このゲーム始めてからデハほぼ使ってないんだよな。デッドハート信用してない組だもん。うん。ちょっとごめんなさい、お待ちください、お待ちください、本当にお待ちください。大丈夫よ。君が遅延行為してるのめっちゃ見えてるから。みんな見てる。ポイント欲しいんだよ。あー、やっぱたくさん儲かったわ。破滅あったの？全然気づかなかった。あー、なんかすぐ誰か壊してくれてましたよね。あー、なんかすぐ湧いてましたね。ちょっと待ってください、すいません、あのアーカイブ、オッケー。とかアーカイブがどれを自分が選択してるのかが毎回分かんなくなっちゃうんです。何番やってたんだっけ。シェルパーさんご。R さんの焦点見れないの残念。あれですね、僕の焦点シーンは見れなくなりましたね。シェルパーさん。阻止したよ、それは。俺もなんか面白いアーカイブないかな。どれやってたんだろう今。やべ、全然サバイバーのアーカイブ全然進んでなかった。そういえばシェルパーさんご。じゃあ次はみんなで R さんを無理救いして早めに処刑しよう。ダメですよ、シェルパーさん、そんなことしたら。そんなこと言ったら、本当に僕、早く死んじゃうしな。早く助けられるか、遅く助けられるかしかないんだよな、いつも自分。ねえ、悲しいことに。どうしよう、何やろう。ほっとしません、ほっとしません、迷ってます。大丈夫ですよ。シェルパーさんごなら解放を使って自分で逃げればいいのに。あ、いけるかも、あとちょっとでいけるかも。いや、弟くんにはね、解放なんて絶対合わないもん。弟くんにはね、5つ目のパークがつけられてるんだよな。一番最初に絶対に嫌いに見つかるというパークは。そう、絶対そうなの。あの死を呼ぶ追跡者じゃなくて死を呼ぶね、バツイチだからね。もう自分で引き寄せてるからな、死を。もうほんとダメだよ。ダメではなければ楽しすぎるね、それがね。シェルパーさんご。じゃあ、こすりのプロになるしかないな。うん。お、あとちょっと、あと、ちょっとだ。いけるか。てか、ロリージョのパーコース見たの忘れたな。不協和音あったっけ。あ、見てない。破滅と、なんだっけ、あの。破滅と死境症とおもんは覚えてる。試合中で。もう一つのは覚えてない。
シェルパーさんご。お姉さんに弟子入りしてこすりのテクを学べばいいんでは。あのうちの姉にもなんか風評被害ってないシェルパーさんそれ。お姉さんに弟子入りしてこすりのテクを学べばいいんだ。まあまあって感じ。初手チェイスになっても楽しんでるんで自分は。あ、また見つかったわーみたいな感じで。大体見つかる動きしてるからってのもあるんだよね。最初に真ん中行ってもうガチャガチャ派手にやってるってのもあるし、あと赤いし白いし金髪だし関係ないけど、ここは金髪は結構関係あると思うよ、マップによって。あ、まあそっか。まあ、赤と白はもう大体どこ行っても目立つからね。うん、あの金髪ブロンドは関係ないかもしれないけど、もう服で。シェルパーさんご、いつもタゲ取りアザースって思ってます。サイレントヒル基本目立つしかないもんな。まあ、ジェームス君はよしとしても、シビルにしてもリサにしてもアレッサにしても目立つもんな。お腹減ったよ。なんか食え。食いもんかね。え、何もないんですか家の中。なんかありそうじゃないか、あさったら。あさったら、まあ。あさったら。いや、一人暮らしだから何もないってことは分かってる。ああ、一人暮らしなんですね。うん。シェルパーさんご。そこにマヨネーズがあるじゃろ。マヨネーズあるじゃろ、吐くよ。やばい、マヨネーズ飲む感じ。やばい。マヨネーズ飲むはちょっと厳しいな。やばいよ。それはやばい。シェルパーさんご、シンゴママのマヨチユチュ。うん。言語ママってやる。難しいな。昔そういうのありましたね。ベイヤーナフラン4ついただきます。ありがとうございます。でこれでキラーには絶対パーティーやって確定が。パーティーですよ。シェルパーさんごシンゴママやってたのが年までだからもう年前だな。リスキーじゃから面白いわ。やば。ルカーズヤード。マスカ。うわ。ああ。うわ。うわーってなるな。ダブルでうわーの。うわあ！ああ！やってきた。うわあ！シェルパーさんご、おナースですよ、早く見つかりましょうよ、Rさん。ああ。メタルか？メタルか。もうないです。もうないようです。ああー、やばい。報復が来る、報復が来る、報復が。壊したからって怒んないでよ。
シェルパーさんご。おナイスフェロモンです。ナイスフェロモンです、アラブ。もうナースにフェロモン出したって意味ないでしょ。同じナースなんですけど。当たるんだ、その。あ、ごめん。笑うわ。いいんだよな、もう。ああ。うん。めっちゃこっち。めっちゃ笑った。シェルパーさんご。やはりフェロモンか。もう。何についてピンポイントでこっち来んのって感じだから。違うじゃん。あ、無理休のお時間よ。はーい。デデさん早く。早く。いつも来ないんだから来て。無理休でしょ。ほら早く。早く。早く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 。煽ってく。はいはい無理休。早く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 。はい。ナイスボロタイ。こっちよ。おいで。ああ倒した倒した。なんか自分切れ散らかしてるのなんでなんだろう。ダメだ。切れ散らかしてるじゃん。もう。あと1台か。まあこのままだとね、みんなポイント美味しくないからね。そう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 。すぐ終わっちゃう。取られた方が面白いゲームができるからね。もう客かガンズ。ああ。いやー。シェルパーさんご、でも離れないね、あれか切れゲーに転身ですか。離れないな。はい、交換。無理級の交換笑う。あ、置いてくるな。はい、あ、あ、詰まった。トリポリの NIE トゥーナリ。逃げたね。トリポリのベミンベミン。おこんおこん。デデさん、早く早く早く待って待って、回復してないわ。デデさん、早く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 。そう。デデさん、早く早く。トリポリのサウダーで。頭ポキン置くパッドくん。ナイスカーダニさん。いるじゃん、そこ。ちょっと待ってよ。早く早く早く。もう。ボルダー救助でしょ。早く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 。どうしてる？つけないの？早く早く早く。誰か、ちょっと誰か。サポートで。なるほど。いたよ、あんた。ゆるさん、早く早く。ゆるさん、いっぱい食べた。たら、もらいまーす。ありがとうございます。もう気持ちいい。お、びっくりした。いたわ。いますよ、それは。
ガンズやばい。いません、誰か発電機使えたの。ラングでしたわ。もうもう音がないって思ったわ。私のガングどこですかね。誰のか分からんけど、ました。ありがとう、消えた。多分発電機詐欺になった。ほんとエロ詐欺。いやー、はい、これあげるよ。もうちちゃチャージはないんけど。あーもらって、ありがとう、嬉しい。まあ、生き残れなかったら回収してんね、また。多分こっち来るだろうし。うん、それでリサが見つかったらバイバイ。シェルパーさんご、渡していいの。どうせ処刑されるのに。どうせ処刑されるのにって笑うわ。いや、シェルパーさん渡していいの、どうせ処刑されるのにって。シェルパスタイルいっちゃう。めっちゃキャンプしてるよね。めっちゃキャンプしますね。シェルパーさんご、これじゃあ R さんが処刑できないじゃないか。待って待って、なんかさ、燃えてる通ってもあるんだけど、これ誰かのガンズ？あーだと思いますよ。あの、もし塞がれてない痛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 い。じゃあ開けちゃうもんね、ゲート。ここで来んじゃないよ、あんた。うん、今行けますよ。出まーす。いやあっち間に合うか。間に合ってくれ、間に合ってくれ、間に合ってくれ。ありがとうございます。あストライク、ストライク、ストライク、ストライク。ないか、ないです。ストライクという名の、ありがとうございます。ありがとうございます。おーおーおー、いや、俺そこにいないっす。俺そこにいなかった。はい、あ、だ、うん、まーす。いやー、とんでもない。ちょっと耐久入る前に行けばよかったな。いやいや、申し訳ない、すいません。見たいのは R さんの処刑なのに。見たいのは R さんの処刑なのに。うん、いや、シェルフォラさんが見たいのは R さんの処刑なのに。いや、絶対やらせないから、絶対やらせない。トリポリの感じろ。うん、私は次でラストにします。はーい、あ、じゃあ自分も次ラストにします。わかりました。じゃあ最後までよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。あ、そういえば自分の赤い割れだったわ。自分を救助した人を救助するアーカイブなんだけど、俺さっきの試合で一回も釣られてないから。さすが。できなかったのね。うん。よし、40まで終わった。トレッキング。
シェルパーさんご。最後はみんな仲良く全滅しましょう。ラフト進んだんですか、そういえば。はい。はい、進みました。どっちでやりました？昨日やってる方のそのまま。そうですね、昨日やってた方でやちょっとやって。毎日さんもラフト買ってくれたんで、今度あの。みんなでラフトやりましょうになってます。そうですね。そう、ラフト。みんなでラフトやりましょうですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうサーバー立ててあるんで。立ててあるというかマルチワールドか。その時間持ってかれますよ、立ってると。いやすごく楽しいですね、あれ。やってます？もう昨日買って3時間ぐらいやりました、はい、あーもう持ってかれでしょあれめちゃくちゃ面白いですね。めちゃくちゃ面白いですね。あの以前遊んだあのスルメさんとかも持って、はいはい、一緒にやってるんで、はい、どうぞ入ってきてください、はい、あ、ぜひお邪魔させていただきます。お願いします、どうぞ絶対僕ラフト立ち上がるの待ってて寝てたんでね。さっきだから入ろうか迷ったけど、なんかあのお星束バッグになってるから絶対寝てるな、あるさんって思ってて、だから毎日あと DVD してたんですよ。寝てました。ラフト立ち上げたのいいものの寝落ちゲーミングしてました。おはようございます。ツイートしてきました先ほど。シェルパーさんご、Rさんはお星様になったんだよ。そうなんですよ、星を見る人になって星になる人になっちゃいますよね。そうなんですよ、僕は。シェルパーさんご、星を見る人は名作ですよ。僕実際やったことないんですよね。なんかあの有名なんですよね、名前だけがすごい有名な感じして。何で有名、名前だけ、いやなんかクソゲーみたいな感じで有名だったかな、あの名前。笑うわ。それで僕知ってたのかな。え、何これ、フルフラン、嬉しい。わーい、イベント外なのフルフランは嬉しい。シェルパーさんご、私はリメイクのスターゲイザーはやったことある。なんか察してくれたんですかね。いやでも上手い人なんだろうな。スターゲイザーってのがあるんだ、ゲーム。いや、もしかしたら俺みたいにのんきに使ってるだけかもしれん。うん、あ、そういえば
星を見る人なんかこう、なんかスタートしてからスカート、リサのスカートめくれてないけど、なんで笑おう。写真撮っとくよ。あ、撮れない。てか、あら、いや、また誰、あーリージョン、ユンジンリージョンじゃない、あ、めっちゃある、あるね。あ、ちょっと壊したい。近くにもう一人いたんだね。こっちに来てるか。シェルパーさんご。やはりフェロモンだ。あ、やはりフェロモンだ、笑う。今なぁ、なんで時間見落とした瞬間にスキルチェック来るんだよ。ピリットチェック、あ、いったか。笑うよ。うわぁ、すいません。ナイス、ナイス。やばいっ、申し訳ないです。いや、大丈夫です。あ、ギリダメか。違うアドンつけてるな。チェイソンが違う。門絶はなく、いや、まだ門絶がないって判断するのはちょっと早い。まだわかんないよね、うん、まあまあ。シェルパーさんご、ミックスジュースか。狂乱きた。フェード行ってます？え、ないですね。遠いんだよな、結構間に合わないかも、最終前まで。いや、なんの今の気持ち。あ、すいません、ありがとうございます。あ、ナイス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 。シェルパーさんご、無理救いわよ。無理救わよって言われてるよ、デデさん。無理救わよって言われてるよ、デデさん。無理救やれって。すいませんね、安全な救助使いましたわ。相変わらず8秒ボール台です。しょしょしょ。やばい、もう予感がすごい便利すぎて外せないかも。すげえ蹴るな。うわあ、そこか、失礼しました。うわあ、すいません。いや、本当に失礼しました。
うーん、間に合わない。怖いね、このリージョンさん。おはようございます。やばいね、まだ4台。おっしと。やった。あっ、なるほど、なるほど。お、びっくりした。あれ、ここ、待ってなかった。あー。落とされる。ああ。ああ、泣いてる。すいません。シェルパーさんご。タナトが重いな。地味に重いんだよ。すいません。みんなダウン早いですもんね。マジかよ、なんでって話した瞬間にスキルチェックるんだよ。そうね、デッドハード、気持ちいい。デッドハードは信用したらダメですよ。いや違う。シェルパーさんも。フェロモン発動しないかな。なんか待ったから、あとはRさんに振られてる方が攻撃できないんだけど。シェルパーさんご。下は。ああバレてる。マジか。いやだー、死んでしまう、死にたくない。あー無理です。あー無理だ。あどん。着いたところで落ちたから良しでしょう。アスレチキュリビーと。いい感じでバラけてるんだけどな。あー、アルさんの方行った。アルさん落とし行ったな。なんか自分まだまだだな。うまいな、この人。シェルパーさんご。よっしゃ。
してきてないか、多分すぐ死んじゃうから、そしたら、みんな逃げてね。シェルパー産後、見事な昇天でした、満足。あれなんか反応しない。もうめっちゃスペース押したのに反応してくれなかった。いたの。うん。そうだね、バビチルでバレてたね。やっぱね、そうだよな。どっか入ればよかったかな。いてててて、下噛んじゃった。シェルパーさんご、ナイスファイト、いい試合でした。よし。じゃあ寝ます。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。はい。じゃあ行くか、二人で。うん。トプレステイはしてないのは誰？めちゃくちゃいる。シェルパーさんご、みんなかっこよかったです、あざした。なんて、なんか途中からの弟くんの声が切られた。あ、そう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 、なんか新しいプレイステーション来たら、あの、誰早く揃えようかな、すごい悩むな。リサ役にしてみたいな。リサ役にしてうん、俺はビッグカネメシスかな。あ、キラーだとね。キラーなんか、なんだろう、やるの好きなんだけど、なんか、あんまり気力がないんだよね、やりたいっていう。シェルパーさんご、え、当たり前に三角様育てるに決まってるでしょ。三角さんね。私はドクターだけど。三角さんも育てたいんだけど、なんか最近ちょっときついんだよな、三角さん。もしやるなら、アーティストとかトリックスターとかかな。キラーだと。よし、二人になったから、あ、もうフランは使わなくていいよ。二人になったので、うん。そうする。
分もなんか持ち込んで遊ぶか。まあだけど新しいデファでピクがどんだけやりやすくなるのかわかんないんだよな。みんながスプーアに変えたらちょっと厳しいんだ。セルパー産後レリケン奮行ぜ。まあ、新しいさ環境でもどうなるかだよね。まだわかんないよね。俺には見えるビグが全然強くならない未来よ。まあもうどんな環境になってもやる人はやるから何でもいいよって感じ。シェルパーさんご、アジアでキラーやるやつはいないけどな。まあそうなんだろう。アジアでキラーやるやついないけどな。これ何しよんで先。はい。シェルパーさんご、なんか実はクラウンが強いらしい。クラウンが、え、今次のアップデートで？うん。次のアップデートでクラウンが強くなるのはわかる。今は、なんだろうな、なんか。クラウン強い？あーまあだよ、いつの時代でも強いような気がするな、キラーは。あらー気持ちいいね。なんか気持ちいいおもちゃがついてるよ。おう、え？え？だけど2人だけ？ダブルルレアよ。あ、ね、笑うわ。初めてかもしれない、ダブルルレア。うん。シェルパーさんご、アプで来る前はチェイスしかできないおじさん言われてたけどな。チェイスしかできないおじさん。あれ、そういえば昔ピグウルレあったっけ。壁を見えるやつと、もう一つ何だったっけ、ウルレ。投資と、もう一つ何だったっけ。投資とあとは最初に頭がついてるやつ。いや違う、それはアップデートが来てからあの追加されたの、それ。ピクのアドオンのアップデート。その前の、その前に、ああ、おもろいのつけてるな。あんまり自分チェイスしたくないんだよな。いや、おまちゃんあれじゃない、実績じゃない。わかんない。
いやだってビッグで、なんだっけ、天秤は結構難しいぜ。うん、まあね。そもそもピクニスのチェイスのポテンシャルがあるとは思わないし、うん、まあ確かにね、遅延効果は高いけど、うん、であとあれなんだよ、なんか、なんかしゃがみ攻撃も、なんだっけ、普通の攻撃でカウントされたらまあわかるよ、うん、だけど普通の攻撃でカウントされないから、うん、もうそろそろ頭外しに来たいんだよな自分。で絶対これ発動してるからさ、しゃがんでさ、やってくるよね。あ、間違えた。なんか自分はあまりチェイスやしてないから、どうでも探したいな。シェルター産後、昔のウルレアはルールセット。あ、そっか、ルールセット。いいか、あ、思うもあるから、うん、実績じゃない。ルールセット2だったな。そうだった、そうだった。だからまたシェルター産後、さてルールセットの効果は何でしょう。え、なんだっけ、トラバサミが発動してない間はボックスの位置が見えないって。だけど疲れ、発動すると見えるようになる。シェルパー産後、それそれ、うん、今それ緑のアドになってるんだよな、忘れてた。シェルパー産後、なんでそんなもんがウルレアだったのかは不明。まあ永続に見えなくなっていればね、それでまあウルレアはわかるんだけど、弟もそれバレてるよ。なんか永続に見えなくなったら、うん、さすがウルレアな力って思うんだけど、うん、今救助したのが天秤でバレないから。ん？なんて？天秤発動しないからよかったかもしれない。あマジミスったよ、いろいろと事故ってるよ今。そしてこれで一気にトークン2つもらえた。これで一気にと、ずっとのトークンが2つもらえた。だけどあれなのかな、もしウルレアの効果がさっき僕がいた効果だったら結構厳しかったんだよな、うん、フルパーティーじゃないと。だからフルパーティーであっても結構厳しいと思う。なんか永続にオーラ、ボックスのオーラが見えなくなるって。死ぬなこれ、自分ダウンするわ、失礼。
しゃがむなよ、しゃがむなよ、しゃがんだ。いや、もう抜いちゃっていいよ。無理球関係のためでございます。いや、無理球でやってもさ、電瓶発動させられないからさ、これで。そうそうそう、いい、全然いい。それもね、シェルパーさん語。原作に忠実だとジグソーボックスの中に正解の鍵がないってのが正しいらしい。まあ言ってこれも同じことでしょ。なんかボックス間違えるとさ、笑ってくるんじゃん、人形が。あー、こっち来たってことは絶対あれだな。あるな。あ、ない。あるな。あ、ないって。ちょっと笑おう。じゃあ、俺、ポイント用に服を破壊しまくるわ。いや、もう、ゲート上げてください。服破壊させてよ、もう。絶対で派手に逃げるけど。分かってないんだよ、マジで。絶対待ってるっしょ、そこで。え、あの、恵みのトーテムのところに走れば。あれ、間に合った。シェルパーさん語。だからまあ永続的に見えないくらいでも原作的にはいいのかもしれない。だけどそれだったらちょっとゲームって、ゲーム的ね、ゲーム的に強すぎるんだな。やっぱりダブルレアだと。何が何が鍵が入ってないのが正しいってことなんじゃない？いや、違う。なんかキラーがイージーヌーブって書いてるんだけど、何が何かだ。いいよ、相手にしなくていいよ。うん、まあ。したら自分はもう下ネタの嵐送ってたの。もう抜けちゃったからさ。もうこのケイトでポイント系のオファリングないんだよな。なんでこんなに視聴者数が多いの。みんなゴースティングしてんじゃない。自分その一人だけどね。ゴースティングって意味じゃなくて、見てるんだ中での一人だよ。うん、まあ、弟くんとシェルパーさんが二人でしょ。他の4人は誰だ。さっきなんか、まあ誰か見てないんじゃない。シェルパーさん語。シェルパはゴースティングしてます。シェルパはゴースティングしてます。あ、いてた。ゴースティング疑われたことあるな、自分。シェルパーさん語。ゴースティングしてキラーに情報を伝えてます。明日は何やろうかな。シェルパーさん語。テレパシーでキラーと交信を取り合って情報を伝えてます。すげえなそれ。
パシーでキラハトっていうことはあれですね、シェルパさんあの鍵持ってるんですね。更新するやつあったじゃん、あったよなと思って鍵で。うん、なんか昔のアーカイブで鍵を使い果たすってやつあったじゃん。あったっけ。うん、あるんだけど今思うと今難しいじゃん、ハッチ脱出。うん、家のやつだったら大丈夫かな、どうなんだろう、できんのかな、どうだろうね、ちょっと後でやってみよう。今やってみようか、じゃあ鍵。おう、鍵ってもう全然持ち込まないが分かんないな、どういうやつなのか。シェルパーさんご、鍵の力で皆さんのオーラはキラーにスケスケです。いてててて、鍵の力で皆さんのホラーキラーにスケスケです。面白いこと言うな。やっぱりシェルパさんって言うと鍵持ってるイメージあるな自分。だからそのためだったのか、いやシェルパさんがサバイバーやってる時に鍵持ってるのは。なんかキラーと交信で思い出したけど、昔さウサギさんよくあのお水飲みながらさ宇宙人と交信してたよね。そうだね。シェルパーさんご、内藤者シェルパ、シェルパあれ密告かな。ユンジル顔かわいい。なんで俺がここでスポンするんだよ。わお。まだか。シェルパーさんご、ホームヤン。どうやって今狙ってたのそれ。めっちゃシャーカルなこいしね。
シェルパーさんご。なんか今遠くで立ち止まってるサバにカラス当ててた気がする。うん。5% だった。まずいな、こっち来ちゃったらまずバチバチだね、みんな。シェルパーさんご。ついにスイッチ共鳴苦痛使わないでままアップデになってしもたな。うまいな。なんでめっちゃ後ろから撃たれてるの？覚えるんだろう。めっちゃうまいなこの人。シェルパーさんご。次はイラクションスイッチとかが流行るんかな。さすがに入らないんでしょ、それは。まあ、強いキラーには多分入るかもしれないけど。シェルパーさんご。でも蹴っただけで発電機交代するから蹴りまくる気がするけどな。どうだろうな。
する大丈夫リセットしよう。バレてなかったね、やったね。待って、ダメでした。ごめんなさい。頑張りました。今のカラスってバレたんじゃないかな。多分バレたと思う。そんなことなかった。バレてなかったね。うん。意外だった。ぶねえ。
が通園行ったね、ジジ。邪魔かったな、この人。めっちゃ遅く感じる。何が？いや、動きが。ちょシェルパーさんご、こんだけ相手うまくてよく通電まで行けたって方が正しいかもな。やばい、この人。もっとあっぱれでございます。こんだけうまいアーティストにも自分もなりたいよな。いや、なんか鳥のクールダウンがすっげえ早かったんだよな。なんかサバイバーやってるとそう感じるよね。うん、アーティストだったら全然感じないよ。そう、押せ押せ押せって思う。くしろ早くしろ早くしろって、アドンアドンアドンって感じで、アドンアドンアドン笑うわ。そう、アドン効果のもう仕事しろってぐらいやってても全然できないからね。こんなもんなんですよ。対戦してると相手めっちゃ早く感じるけど、自分がいざ使うとめっちゃ遅く感じるってのあるじゃん、多分。うん、多分そんなもんだよね。うん、だけど弟くんが使っ、あの鳥使うときは1匹ずつ、それとも3匹ずつ？策定金ときは3匹で、チェイス入ったときは1匹。あー、うーん、なんだろう、チェイスで方向を下げたいときとか2匹3匹使うときある。使った数だけクールダウンが遅いんだよな。うん、だから1匹ずつが基本。うーん、いて腕が、最近アーティストやってないからわかんねえわ。うん、あと2ルーベでこのコンモ
プレステージ回せる。いや、サバイバーのポイント稼ぎ遅いな。まあね、心の余裕というか安定はサバイバーの方が断然あるから、もうそっちやってるよね。なんだろう、嫌ってイライラしてきちゃうの自分だけ。どうだろうね。昔はなんかそれでも楽しめたんだけど、最近楽しめなくなっちゃったからもういいやってなっちゃった、ね。うわ、なんかめっちゃ怪しい名前の人いるわ。うわ、怪しいな。あ、ちょっとこれ抜けよ。ちょっと見てみた？プロフィール見た？もうすでに1回バンされてる、うん、これはやめよう。怪しい感じがしたよね。うん、数字で勝つ。あ、VAC とかも VAC バン、ワルバアンチシステム、そうだかな、ワルバアンチチとか、あるとちょっと身構えちゃうよね。ちょっと道徳みたいなことをやろうかな俺。どういうこと？え、あのチェストから治療キットを取りまくるっていう。うん、楽しいっすよ。あの、起死回生ファーマシーにした方がいいと思う、やるなら。ちょっと、いや、俺あれなんだ、アドオンも欲しいからオープンハン入れておく。あー、オープンハンだよね。オープンハン、え、エースインザホールじゃね。あ、そうそう、エースインザホール、あれ、面白いよね。結構気分変えないときは入れてる。あれ？よし、もうこの構成でイコール。まあ多分あれですね、ファーマシー入れて副用パッドが来た時はちょっと涙目だけどね。そうなんだよな。あっ、回復できないってなる。え、ボロの医療キットでもそれあってなるもん。あれ、誰か入った。もしもし。あ、こんばんは。しもしも、しもしも、しもしも、ポテトさんって入ります。あ、今サバイバーでやってるよ。したいけど、うん、3時から仕事の準備をしないと。シェルバーさんの仕事、誰がこいつ仕事、4時半え4時半から あれですか、9時までですか。4時半から9時まで、うん、9時まで、あ、5時間朝、うん、おう、え、あ、朝の4時半から9時まで、うん、お、朝の9時までですよね、夜じゃないですよね。そうそうそうですか、どっかあの看護師さんとかそんな感じですか。まあ言えないよね。もっと日本語わかんないからちょっと翻訳機使ってみる。英語とかでも。待って待って。ああ。いて。腕が。何か配達するとか。物流？あ、物流。整理。そう。まだあの。郵便局とかそういうところで働いてるって感じですか。カフェで。カフェ。カフェ。うん。あ、あれがあの島なもの、届いたものを受け取ってとかそんな感じですか。うん。毎週火曜日に。うん、いいですね。なるほどね。韓国な、自分も行きたいな。ご飯食べまくりたい韓国で。
結構美味しいのいっぱいあるよ。ありますよね。ひひひ。あの、僕韓国料理大好きなんですよ。キンパとかビビンバとか本当に大好き。それより美味しいのはシェルパーさんも。あります？本場のチゲとか食べてみてえら。本場のチゲとか食べて。そしたらもうカイトさんにいろんなところツアーしてもらわないとね。出てだね。韓国にたこ焼きは日本の食べ物だけど、韓国になんかビッグたこ焼きみたいなことはあるけど、中にタコとウインナーとチーズ、エビ、お、いろんなの入ってる。こんなの入ってる。ビッグたこ焼き。え、お住まい、プサン？それともソウル？ソウルにいます？それとも、いや、ソウルじゃないけど、はい、もう韓国のどこかで。韓国のどこかそうね。一応俺配信してることって忘れないでね。そっか、ごめん。してるよ。いてててて、あー、これインチョンにあるんだ。シェルパーさんご、うん、それはたこ焼きじゃなくて欲張り焼きだな。いや、欲張り焼き。大王たこ焼きっていうの。大王。後で見てみよう。インチョンにある。あ、うさぎさん、箱あされ、箱あされ。お腹減ってきたよ。今マッチ早いの？え、全然。まあ、早くないな、したいけどできないな。いつも通りの遅いマッチング。うん、遅いんだ。じゃあできない。全然早いならちょっとだけ。シェルパーさんご。みんなが好きなもの詰め込んだ欲張り焼きなんだぜ。ちょっと待って、さっき走ってきた仲間は弟くんじゃなかったの？やっぱりデッドハードって偉大だよな。アルさん、ツイッターあるの？あ、ありますよ。フォローしよう。あ、してください。多分、うさぎさんのところから見つかると思う。うさぎさんもフォローしてないよ、まだ。いや、俺のツイッターフォローしない方がいいぜ。なんで？うさぎだから。いや、違う、何もツイートしないから。本当に何もツイートしない。だからこの試合は大丈夫、送ります。私がするから。俺の代わりに。うん。うん。うさぎさんまだ。うんうん。あれだな。何も拾ってないな。うん。チェスト見つかってないもん。すればいいの。ホワイトレッド。あ、俺はあれだ。ダークネスラビット。多分最後に2がつけてると思う。勝手に。シェルパーさんも、わかった。私がウサギさんのアカウント乗っとるわ。俺のアカウント乗っとるわ。あ、あ、これじゃない。え、なんかアニメの女の子の乗っとったアカウントでクソリプしまくるわ。見つけた気がするけど、これなのか、あ、これだ。なんか配信の。配信のツイッターだけし、そう。があるだけど、うん、だけど、最近それもやらなくなった。サギさん、フォローしてくれ。Rさんも。
はい、フォローします。ちょっと待ってください。うん、え、てかあれ、これ間に合うんだ、うまい。見たけちったらこうなりました。チェストくれ、チェストがないよ。チェスト、固有の2階。あ、そうだった、固有の2階に確実、うん、あ、確実にあるよ。おう、シェルパー3号、ケチンボ3名。あら、あれ、これ出口どこにある？イビーディ何時までやります？もう特に決まってない。じゃあでも記事は遅いよね。うん、まあ確かにもうやめてるかもしれない。そうだよね。はい、こちらしか今動ける人いねえもんな。へぇー、あ、だから弟くんが追いかれるの。いいよ、大丈夫よ。マシ。大丈夫、来週に俺夏休み入ってるから、その時たくさんやろう。そう？いつ？ね、来週の金曜日から。あ、来週の金曜日。待って、来週？うん、来週とかも今週か、もう月曜日。あ、うん。今週土曜日と日曜日に約束があるの。大丈夫、夏休みだから、夏休みだから1ヶ月半ある。日曜日にするか。お、月曜日休みだから。セルパー3号。ラララ来週。ラララ来週やろ。あ、あ、ストライク。ナイスストライク。え、なんか、え、なんか呪いの塔でもあったのこの人。あった。え、もう。針の興奮がありました。針の興奮。セルパー3号。ラララ来週は私もいるかもな。おお、じゃあラララ来週はみんなでデッドバイだな。そうだね、来週。あとは再来週とか。あ、ちょ、今週、え、今週、あ、今週の金曜日だな。なぜかまだ日曜日ってな感じだ、気がしてたわ。今週の金曜日から休みだ。シェルパー3号。ずっとみんなでミッドウィッチ焚きまくるか。いや、それ飽きるよ。さすがに飽きるよ、それ。シェルパー3号、ホーキンスがなくなったのがな。ナイス、ナイス。シェルパー3号、ホーキンスは何度行っても楽しいマップだった。あ、じゃあこれで禁止効果してもらって。よし、無事に治療キット持って帰れたぜ。にライトも持ち帰れたぜ、イエイ。そして俺釣られてないからこの若い店住んでない。なんか救助しろってやつかな。そう。救助。そう。
この人の功績になるな、うん、誰か死んだと。メグちゃんが死んじゃった。最後の話。シェルパーさん後、ウサギさんはフェロモンが足りない。俺がフェロモンが足りない。ハラオ、完全にポイント稼ぎに行ってたの、この人。構成的に。なんかポイント追加でもらえるあのパークだけだったからさ。で、あとミューマドも入れてたからさ。先にはフェロモンが足りないから。いや、違うんすよ。道徳のフェロモンが強すぎるんだよ。R さんから抽出した貴重なフェロモンをどうぞ。どこなんだろうな。フォローしてください。フォローだ。フォローしてください。友達になりたい。今フォローしましたよ。ああ、やったトイレ。やったぜ。シェルパーさん後、ハローしてやれよ。ハローして。ん？え？フォローしておいたよ。ありがとう。ひひ、やったー。めっちゃ食べ物の。ツイッターしてるな。え、最近ね、彼氏とラブラブラツイッターをめっちゃ上げてるよ。韓国の食べ物。たまに独り言とか。空の写真とか。シェルパーさん後、戻りました。リア充粉砕する血類。リア充粉砕。いや、ほんとたまに自分の写真とかあげるよ。え、なんか髪切ったやつあげてたね。ね、うん。ヘアドネーションか何かですか。髪切ったよ。背中まで来てたけど、はい、伸ばしたけど、うん、いろんな理由で、まあ、暑いし、うん、切っちゃった。うんうん、回転寿司うまそう。なんでこんなの、こんな時間に見ちゃったんだろう今。あの、あ、違う、なんかちょっと今ちょっとうんってなった、あのツイッターあったからちょっと、うん、あ、お腹すくな、おい。ガイトさんのツイッター見てると。だからお寿司美味しそうって言ったの。あ、なんか寿司、あ、寿司ある。回転寿司かあった。ありました。なんか今ピザシリーズあったんだな、ここに。なんかさ、ピザシリーズ、なんか3回連続ピザを乗せて、結構下の方に。うまそうだな。ね、7日にピザのついてやって、4日にまた1回、3日に1回。私のスマホのギャラリーに食べ物の写真が、616あるよ、うん、やば。R さんは見といけないもの見た、きっと。されてしまうだろ。きっと影の写真。あのですね、まあそうね、あ、ラーメンいいですね。人間の食とかそういうのをね、牛耳ったら強いからね。それで見られちゃいけないもの見ちゃったら殺されちゃうかもしれないですよね。シェルパさんの言う通りに。ほら、ディスコを見て。
そんなにあるよ。美味しそう、全部美味しそう。いいな。このトッシェルパーさんご。世の中には死よりも恐ろしいものがあるのですよ、食欲。あれ、タッカルビ。タッカルビだ、タッカルビ。うんうんうん。うわ、美味しそう。で、うどんの麺を入れたの。え、うまそう。めっちゃ美味しいよ。あれ、なんかお腹すきすぎてフックにつられちゃったの今。え、なんかマックのポテトの赤白くない？何これ？マックのポテトが白い。あ、もうワインの画像とか載せないでもらえる。ワイン飲みたくなっちゃうんだよな。見る？なんかこれね、韓国の茶碗蒸しみたいなの。メシテロやん。卵で作った。メシテロやん、笑うわ。メシテロ笑うよ。メシテロなんだよな。あー、いいな。やべえ。腹が減ってきた。世の中には死よりも恐ろしいものがあるのですよ。かっこふふふふ。食欲も恐ろしいですけど、僕の場合に性欲なんだよ。オッケー。強い。なるほど。あ、なるほど。あ、なんか変な音本当にお腹減ってきた。シェルパーさんご。ビンビンなの海藻なの海どっちなんだい。あれさん、それ食べたことある？その牛の小腸の焼き。え、何これ。でね、韓国でコプチャンっていうの。めっちゃ美味しい。もしかしてあれですか、牛の腸ってことは、千枚とかそこら辺かな。これこれこれ。ディスコードに上がってるよ、多分。ディスコードに上がってるこれだよ。待って待って。わぁ！あ、美味しそう！めっちゃ美味しい、これ。やべぇ。やべぇ。よく言ってられちゃった、お腹好きすぎて。てか、なんかある意味、なんかブラジルのシュラスコみたいだな。シュラスコ。BBQ とかなんかあるよね。うん、おもついっぱい入れたやつとかさ。そう、あ、すごく美味しいよこれ。お湯の、あ、もうチェスト見つけたよ俺、うん、ねえ、なんであ、ちょっと待ってさっきの試合と全く同じアドンが来たんだけどあら、あ、すごい。すごいっしょ、ほんとに。真ん中行ってないのにバレたからね。あ、踏んだ、もう。バカ。あー、見つった、逃げる場所見つったよ。ね、まあ、速攻戻ってくると思う。ずっと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 一緒だ。オッケー。ずっと一緒だよね。救われました。オッケー。あ。まあ、すぎる。ずっとは一緒いられなかったな大丈夫だけど、命は繋いでくれた。ナイス。めっちゃなんかテビキンが死んだんだけど、うん、おじさん俺を狙ってると思ってたのに。何トゥルトゥル。
あー、当たるんか、ギリギリ。あー、うさぎさん死んじゃった。新しい環境、これ、めぐみいるかな。どうだろうな。ただまあセルフケアがね、必然的に弱くなっちゃうから、恵みあると前のセルフケアと同じになるし、ね、あの弱体が来た後のセルフケアか。まあそうなんだ。なるからあってもいいかなーと。ナイスチョイスデビュー。おお、めっちゃしなやかで走ってるの見えたん。でしょ？いいでしょ。大丈夫かな、それ。こっちにタギ来てほしい。まずいな、それは。ああいう時はね、ロッカーに入るのが一番いい。そうだよね。でも持たないよな。さんに見せるためにこの写真を送ってお風呂入るわ。はい。おこれタッカルビの辛いやつと辛くないやつ、真ん中にチーズ。当たるんだ。それタッカルビなら辛いの食べたいな。うんうんうん。バツバチバチって。
なんでバレてたのに。多分血の跡とかじゃない。いや、あとはもう普通に救助行っただろうなって戻ったの。あ、なるほどね。すっげーわかりやすいな、この写真。あ、美味しそう、美味しそう。あ、またこの人。え、当たったのこの人。うん。さっきのカラスの人。あ、あ、ほんとだ。ありがとうございます。2000目。いや、自分も三角線やりたくなったな。だけど最近三角線全然うまくいかないんだよな。あーでも行くときうまく、行くときうまくいかない、行くときはうまくいくし、行かないときはいかないよな。もうキラーでもサバイバーでそうだよね。ゆいぎなんかアプデあるの？ね、明日か明後日ぐらいに、うん、あのミッドチャプターが来るんだよな。いろいろ変わるよ。なるほどね。うん。オッケー。そこでパークのバランスがちょっと変わる。うん。シェルパーさん、ご、このゲームには攻略法がある。秋山奈美館、ん、どういうこと？ん、ん、次は誰のプレステージ回すんだっけ。待とうか。なんかちょっとマッチング早くなったような気がする。うん、やっぱり深夜帯になるとちょっと早めな感じする。待って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 、なになに、メンタルさん、マジ知らない。わかってらっしゃる、分かってらっしゃる、分かってらっしゃる。ほん、あのフォロワーさんでフレンドなんですよ、僕の。この今リサやってる人。ああ、なるほどね。そうで、たまたまマッチングして、あのいらっしゃるから、もう嬉しいな。じゃあお風呂入るわ。はい、いってらっしゃい。またまたね。はーい、バイバーイ。あとで一緒にゲームしよう。おう、はい、うん、やりましょう。バイバーイ。バイバーイ。全部不正人になるんだよ。鳥の目、フラン、はあ、誰だよ、誰なんだ。キラかな。キラ、え、キラさんでここ行きたい人いないよね。うん、いないよ。ド M、 M、 ド M。 シェルパーさん、ご、ゴッテのは韓国語で1週間後ってことなんかな。韓国語で1週間後ってことなんかな。まあまあ、時間があった時って意味でしょうね。今週はな、ちょっと難しいんじゃないかな。うん、難しそうだし。
ラキラーですね。カラスの目だ、あのカラスの目だっけ。開いた。マジで珍しすぎる。やべえ、リサが2人いるからどっちがどっちかわかんねえ。とりあえずチェスト。固有もチェスト開いたりするよ。固有の2階。まあまあ、ノアドンが来たな。まあまあ。まあまあ。良くも悪くもない。やばっ。めぐみのトーテム、2トーテム、4つある、4つじゃない、3つあるんだけど。おもろいな、誰かわかんないけど。大体差しがついた。何？誰もチェイスやってないんだ。シェルパーさん、ご、これはあれか。シェルパーさん、ご、地下室に行くとカニバルが待ち構えてるやつか。かもしれないね。本当に誰もチェイスやってないのこれ。あ、そこでもスキルチェックミスってる人いますね。怖い、なんか ダブルで来るの怖い。ダブルリサ。誰かチェ、誰か、あの、なんだっけ、地下行ってみた？地下室行ってカニバルに挨拶しようぜ。なんでいるの？え、いや、なんかもしかしたらいるかもしれない。ないのね。もしかして放置レースなのこれ？放置レースマジか。いや、わかんないよ。か、言っただけ。だって信用もないや。シェルパーさん、ご、残念だな。うん、残念だったね。ああ、いいや。シェルパーさん、ご、地下カニバルとか鳥レコーなのに。あ、ごめん、自分本当にあのサナコのパーク苦手だからさ、見せたらごめんね。ん？何？俺に言ってるのそれ。うん。あ、大丈夫っすよ。俺もさっきミスったからさ、一回。あれ苦手なんだよね。あれをドクターでやってみて。もうそぞくよ。うん、ね、これ2人に来るの同時に。2人に来るんじゃない。けど今あれだ、あのデッドロックで。あ、デッドロックあるんだよ。デッドロックもあってこれなんだよね。ほらは、うん、まあ、俺シェルパーさん、ご、なるほど。じゃあ俺トーテム探そうかな。シェルパーさん、ご、怒涛スイッチもいいな。
ブライトでーす。ブライトか、放置？放置でーす。しかも、あれあるわ。あの、名前忘れた。あの、なんだっけ。信用がなくなるやつ。あー、枯渇？そうそうそう、枯渇。通電後も気安系かな。あとはチートで全員ブサブサって倒れるやつか。マップ一周回ってやっととてもいい子見つけたんだけど。苦手だこのサダコのパック。あ、てかちょっと悲しいな。せっかく友達と一緒に当たったのにな。ね。メンタルさんと当たったのに。久しぶりだったのに当たったの。そう、なんかゲームやられてんのは知ってんだけど、なかなか一緒にはやらなかったから。シェルパーさんご、友達を無理救いできないのは悲しい。友達を無理救いできないのは悲しいだろう。無理級か。本当に戦いが見つかんないな。おい、デンタルリサ。あ、ちょっと待って。友達が その友達がさ出ていったからさ、めぐみのトーテムがあの消えたからさ、トーテム壊せるようになった。確かに。よし、プラス1000ポイント。シェルパーさんご、恵みのトーテムの最良の処理法はサバを処刑することである。まあ、次行こう。次ね、次行きましょう。ロードが。本当にサバイバルでポイント稼ぎづらいな。やるじゃん。え？なんて？え、キラーやる？いや、やりません。やりません。やりません。でも絶対やんない。キラーなんか。キラーなんかっていうか、気が向いたらやるよ。いつか。あ、だけど僕ちょっと次ラストにします。またなんかあったら戻ってくる。シェルパーさんご。あの日本人はビデオテープ持ったらいいか。あの日本人テープ持ってないから、まあ、サドコだからね。シェルパーさんご、ニンテンドースイッチの端末持ってんのかと思った。
花子だからビデオテープ持ってるし、なんかここ最近のサバイバーなんか端末系っていうかアイテム持つようになったよね。うん、ミカエラから本持って、ジョナはなんかあのタブレットずっと持って、ヨウイチさんはあのビデオテープ持って、ハディはなんかあのパンチキみたいなの持ってます。うん、フーディング、ナイスプリング。シェルパーさんご、誰かこけし常備してるサバコンかな。すっごいマップに来たな。あ、だけどこのマップはこのキラに言うかもしれない。うわあ、やだな。どんなキラーでもあんま得意じゃないんだけど。あ、ちょっと待って、誰か俺の仕事をやってる。許さん。シェルパーさんご、あんま序盤は鍵閉めまくらん方がいいらしいな。うん、まあ今の俺の場合ロッカーが近くにないからな、まあ、発電機に関して。俺の仕事っていうから、あのチェスト開けることかと思った。いや、そうだよ。チェストはね、あの一個見つけたやつ。おう、なんかキャッチされた。うっ、そこにあったんかよ。早いね。うん、シェルパーさんご、やはりこのキラーは強いな。まあロッカーが多いマップには強いんだよな。うん、ロッカー閉めるだけで200ポイントもらえるの。ね、なんかロッカーって全部最初に閉めた方がいいのかよくわかんないよね。全部はさすがに良くないね。だからなんか自分釣られたところの近く。うん、見えづらい。だから恵みのトーテムのオーランでもっと見えづらくなってるんだけど、うん、めっちゃ見えづらい。ああ、あのオーラってあれか。そう、あの周りに出てるあの青いやつだね。そう、シェルパーさんご、最初に閉めるとドレッジがロッカー待機しててそのままキャッチされることがある。まあせっかく地下まで行ったからな、もう地下のロッカー閉めておこう、ポイントになるから。
シェルパーさんご。だから閉めるならキラーがチェイス始めたことを確認してから閉めるべきらしい。まあパーティーの時ね。親父の時は分かりやすいんだけど、それ空の時はさすがにね。シェルパーさんご。さすがにオブセが動いてタリサバが持ち上げられたときはわかるでしょ。まあね。なんで手離すの？待ってよ今、はあ、シェルパーさんご、あれだ、発電機を回すという情熱が足りないのだ。シェルパーさんご、発電機は情熱で回す。ごめん、無理気になるんだけど。いいよ、全然いい。あ、これで耐久入れられる方が、あの、ぶち切れるから大丈夫。いや、いいよ、こんぐらい。すごいな、ずっとのトークン狙えば結構たまるもんだな。あ、ほんと？うん、もう3つたまった。ブレてなかったね。シェルパーさんご、仲間はトークンいっぱい釣られてね。本当にすっげえ見えづらくなるんだよな、恵みの範囲にいると。どうだ。あ、だけど恵みもいいかもな、壊されなければ。うん。これどうなってる？全然わかんないな。俺もわかんない。あ、ここだ。向こう向こう向こう。ん？向こうじゃない？ところ。え？うん、上上上上。今ウサギさんがいたところ。後ろだったよ。
じゃあマジ暗くて全然見えなかった。うん、まあ見えない時あるよ。落としてるから下かなと思ったら、あ、上だったとか。いや俺なんかこの扉見て向こうだと思ってた。これ回るかな。回るかなじゃない、回すんだ。ね、そうだ。オッケー。あ、だけど今回長く恵みが生きてくれたな。珍しい、こんなに恵みが。まあ、特にここら辺に用事なかったんじゃない？このドロイチは。かもね。こういう時の恵みが一番強いんだよな。シェルパーさんご。何もないところ。回るかなとか言ってるやつは情熱が足りんぞ。回るかなとか言ってるやつは情熱が足りんぞってシェルパーさんが言った。もうさっきさ、本当にもうあともう少し2人でだったらつ、あ、ま、あげちって、あ、間違えた。開くのになぁと思ったらさ。あ、やべ。この子思いっきりあれだな。いや、僕まだ釣られて大丈夫だからさ。あ、できなかった。ごめん。いいよ。あ、こういう時やっぱりデッドハード強いよな。シェルパーさんご、助けに行かないのが強い悪いやつ。ナスカラーとかの人。ナスカラーったんだ。あんグリームエンブレザーってんだけどさ、俺一回も釣られてないからさ。最後の最後。そう、最後の最後に。そしてまた俺が釣られてないから全然アーカイブが進んでない。じゃあまたね。はーい、バイバーイ。はい、お疲れ。僕も終わりにしようかな。何か食べて、さすがに寝よう。うん、はい、じゃあお疲れ様です。じゃあポイントだけ振って終わりにしようかな。うん、どうしようかな。まあ今日はここまでにするか。はい、じゃあ見に来てくれ。あ、めちゃかむ。見に来てくれて。ありがとう。そんじゃ、またな。Slow things here. Go on and see you guys next time. Bye bye.